皆さんこんにちは、あゆぶちょうです。本日4月7日、映画機関車を飛ばせ飛び出せ友情の大冒険に出てくるヨドバシカメラで、まあその映画の関連に関する商品を買ってきたので紹介していきたいと思います。まずセットものがこちらですね。じゃん。ぐるぐる回そうトーマスとマーディの石炭ホッパーセットと、あとこちらテコロレサウンドセオとテコロレ一人プラレルメタルトーマスを買いました。あとねパナソニックの、充電池も一緒に買いましたね。この充電池炭酸単用とこれはポイント使わずに買って、残ったポイントで合わせると約812ポイント貯まって、その812ポイントを、このぐるぐるトーマスとマーディンのセットで買って、この価格としては850円ですが、なんか1週間以内で値下がって801円で、でそして5340円ですが4090円ですね。4090円で812ポイントぐらいポイント使って、その価格が3278円で買いました。だいぶ安く買えた感じがしますね。早速ですが開けていきたいと思います。あとこれは多分みんなも知ってるかと思いますが、ぐるぐる回そうトーマスとマーディの石炭ホッパーセットに金のボールが入っていたらなんか応募ができるらしいですね。入ってたらいいですけどね。多分ツイッターでも多分入ってる方が多いかと思います。それでは入れよトーマスとマーディの石炭ホッパーセットと金のボール出てこい。おお、すごい中身がこんな感じ。しかも応募券がありますね。金の石炭ボールを見つけてゲットキャンペーン応募券。金のボールの、おお、あったー、ありました。金のボールが付属していました。ありがとうございます。金のボールがね付属するとめちゃくちゃ嬉しいですよね。石炭ボールがこんな感じですね。灰色のボールが1、2、3、5個と、赤のボールが4つですね。そしてこれですよ、金のボールが入ってました。もうほんとめちゃくちゃ嬉しいです。宝富さんありがとうございます。これすだらけのトーマス全体的に見るとこんな感じですね。いつもは顔は変わってますけど形はほぼ変わってないですね。すだらけのトーマスがめちゃくちゃ可愛いですね。あ、そうだ、忘れてた。箱の全体的に見るとこんな感じですね。これが飛び出せ、これが映画で出てくるキャラクターですね。すだらけのトーマスがこんな感じになっております。もう映画のとほぼもう思ったよりは結構濃い方ですね。結構すすり見れてますね。めちゃくちゃ面白いです。石炭運搬貨車全体的に見るとこんな感じですね。石炭運搬貨車もこれもいいですね。なんとこの例えばこの石炭に積まれてこれを下ろす感じになっておりますね。これはめちゃくちゃ面白いギミックです。今回の主役の新しい仲間がセットになりました。こちらプラレルマーディンですよ。全体的に見るとこんな感じです。やっぱね、顔もすっごいアニメ表現されていて、しかもマーディンは動力なしですね。しかもシャーシが赤です。しかもマーディンは前に連結器がついておりますね。あとなんかジェームスとか、ゴードンとか、最新シャーシのものだとこれが組み替えることができますね。マーディンの淡水車全体的に見るとこんな感じですね。マーディンの淡水車もなかなかいいですよ。しかもこれツルツルしています。しかも石炭は乗ってなくて
まあ、これもさっきと同様、石炭ボールにこれおっとこれを入れるらしいです。あと箱の裏面にはこれが書いてある、石炭ボールはインターネット販売のタカラトミーモールで購入することができるっていうことです。まあ主に遊べるビッグエンジントーマスの石炭ボールだけの部分が購入することが可能らしいです。いや本当これは大歓迎です。そしてあとこの主役の、まあ、情景的に石炭ホッパー、これをねぐるぐる回すの本当めっちゃなんとここが回りますね。スコップと、車止め、今回の車止めはトーマスシリーズの車止めではなくて、プラレールにの普通の車止めです。あとこちら、石炭ホッパーの組、柱ですね、石炭ホッパーの、ベースですね。ガラクタ置きはターンアウトレールが1セットに直線レール3本、直線レール8本ですね。うん、やっぱねマーリンがついていてめちゃくちゃ本当嬉しいですね。あ、そしてこのジェームスとミツバチ追いかけセットにも、マーリン、まあ、シャーシを組み替えることもできますね。中でマーディンを動力化にすることもできますね。あとこれも、まあ、ちょっとした改造してマーディン、本当のマーディンの動力者にできたらいいなというふうには思っております。メタルトーマスが全体的に見るとこんな感じです。メタルトーマスもめちゃくちゃかっこいいですね。いや、なんかトーマスのなんか置物みたいな、映画ではなんか置物みたいな扱いですね。さあ音はどんな感じでしょうか。おお、なんだかテコロレチニンプラレールのフィリップを持ってるんですけど全然音が違いますね。むしろテコロレチニンプラレールのジェームス以来の音になりますね。いやまさか違う音が出るなんてね、めちゃくちゃ嬉しいです。そして背をも開けていきましょう。はい、背をは全体的に見るとこんな感じです。なんと背をはシールで貼られておりますね。ネームプレートももちろんシールです。あと屋根の部分もシール。まあ背をはどういう音なのかちょっと試してみましょう。おお。なんと背尾は、覇者が回りますね、右側の覇者は回らないです。これは手で回すらしいですね。これテコレサウンドハロルド以来、ハロルドと背尾の音の違いちょっと比べてみましょう。まず背尾から、ハロルド、おお全然音違う。これ分かりますかね、音。これ分かったね、みんなありがとう。うん、音はだいぶ違ってます。なんかむしろこれはカチカチしている音で、彼女の方はカタカタ音がしますね。まあ、チとタの音のただ違いだけですね。まず、サイズはほぼ一緒です。長さは一緒ですね。まあそんな感じで。シールも紹介し忘れてましたね。でガラクタ置きだな、まあ車止め、あとマーリンにもシールがありますね。ここと横と番号とライトと、あとネームプレートのとこにですね。まああと僕ちょっと無理やり改造してみたんですけど、このプラレールジェームスギアがついてたんで、マーリンはギアついてないで、プラレールマーリンを無理やりギアをつけて、まあ、ちょっと車輪的には違和感を感じてしまいますが、まあそこはちょっと気にしないでください。まあこの赤い部分をギアにつけたくて改造してしまいました。はい、まあここは本当は外したかったんだけど、やっぱり破損してまで改造するのはさすがに危ないなと思う。まあここまでにしました。今度はレイアウト作って発射していきたいと思います。でこう、はい、レイアウトはこんな感じにできました。ブーブーマウトトーマスとマーリンの石炭ホッパーのレイアウト作ってきました。全体的に見るとこんな感じですね。
一旦他の前にはすすらいきのトーマスそしてマーリンもいますね。まあ、あとそれだけじゃなくて、せっかくなんですね、ペコリさんのスケアとメタルトーマスを一緒に走らせていきたいと思います。石炭ホッパーに入れていきたいと思います。まああとせっかくなんでよ、ビッグトーマスも一緒に入れていきたいと思います。もうビッグトーマスの石炭棒は黒ですからね、多分間違えることはないと思います。じゃあいきます。おお、なんとこういう風に回していくと、なんか石炭が出て引っ張られますね。いやー、これめっちゃ楽しい。石炭がボーボーします。うん、やっぱり多すぎるとこぼれてしまいます。ですが走らせていきましょう。ここに来るとバッターとなります。せっかくなんで周りも走っていきたいと思います。このちょっとめちゃくちゃ速くなります。このセクションボールが広がりますね。さあ、そうだね、せっかくだと。そして、出発。さあ、そして、次で、周りに寄せてきたのを見ましょう。おう、ちょっと、さあ、遠いですね。さあ、そして、周りに寄せてきたのを見ましょう。OK。それでは、出発。あとこういう風にマーリンと一緒に連結するのも楽しいかと思いますね。やっぱりマーリンには連結がついてますね。あお、間違いです。やっぱりマーリンと一緒にするのも楽しいもんですね。はい、ぐるぐる回そう石炭ホッパー、トーマスとマーディンセットとテコロサンドセオとテコロリチンプラレールメタルトーマスの走行シーンはいかがだったでしょうか。まあ感想としてはやっぱりこの石炭ホッパーがぐるぐる簡単に回してやっぱり石炭を積まれるのがとても面白かったのと、特にセオのサウンドがとても、あと特に歯車が回るのがとてもいいアクションだなと思いますし、メタルトーマスは普段のテコロでチリっていう音もだいぶ違います。そしてマーディンも、動力化させて、まあ、良かったなというふうに思いました。機関車トーマス飛び出す友情の大冒険の関連商品のぐるぐる回そうトーマスとマーディンの石炭ホッパーセットでテコロでサウンドを背負うとメタルトーマスいかがでしょうか。まあ感想としてはやっぱりこれ、まあ、特に良かったのがぐるぐる回そうトーマスとマーディの石炭ホッパーセットが、まあ、ポイントで、まあ、安めに買えたのと、でこれは普通の値段で買ってこれに使ったっていうのが、まあ、自分的にすごい良かったし、あと品質もとても良かったですね。まあ、ちょっとマーディが、まあ、動力なしでやっぱり動力化するのは結構難しくて、まあ、ジェームスを動力化にしました。なんかこれだけでもなんかちょっと車輪的にはちょっと違和感を感じて、そこのところはお許しください。はい、まあそんな感じでマーディンは、まあ、なんとか動力化できたんで、皆さんもぜひ、買ってみてはいかがでしょうか。まあ僕はあとハリケーン&フランキーが欲しいですね。それ買ったらもう歴史以外は、あと歴史はやっぱり単品車両で出ないと買わないかなって、そういう派です。はい、まあそんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。バイ。